はい、スペシャル始まりました。今日はゲスト、ゴスペルシンガーのサクさん来ますが、渋滞で遅れておりますので、とりあえずよもやま話しながら始めますので、よろしくお願いいたします。イエス・キリストの愛をお伝えする福音放送です。共に神様の愛を分かち合いたいと思います。よろしくお願いします。ヒーフーミーさん、ね、前に来てくださいましたね、お疲れごくんちょ、はい、よろしくお願いいたします。あ、これはあれだね、前の回あの番組の人ですね。はい、はい、失礼します。はい、皆さんこんにちは。ユアスペシャルの時間がやってまいりました。この放送は沖縄 FM ギノワン FM コザからお送りしております。神様の愛をお伝えする、イエスキリストの愛をお伝えする福音放送です。福音、幸せの知らせ、イエスキリストを救い主として心に受け入れれば、私たちは本当に心の中が変わって、全てが変わり、神様に幸せにしていただく、必ず神様によって幸せにしていただくっていう、祝福の人生を送ることができます。全てが変わります。はい、もう素晴らしい神様、愛の神様、イエス様と共に、この世で共に歩んで、そして天国に行くまで、一緒に歩む人生を送ることになりますが、そのイエス様の愛を、共に分かち合う番組です。放送担当します、宮地ひかるです。クリスチャンになってちょうど10年、はい、もうね54歳ですからね、44歳でイエス様にバツーンと出会って、ああもう本当に救われました、人生救われました、魂が救われました。まあそれから、まあ、こうしてね、今皆さんの、まあ、前で、マイクの前で放送させていただいております。本当に不思議なことですね、もう神様は不思議の神様ですからね、素晴らしい神様ですから、神様の愛をお伝えしたいと思います。さあ今日は、ゲストをお呼びしております、ゴスペルシンガーのサキさんですっていうことなんですが、ちょっと今、渋滞でね、混んでて、今日ね、お盆ですからね、渋滞してるそうで、ちょっと遅れてますから、今一生懸命車で来ておりますから、まもなく到着すると思いますので、到着次第一緒に放送したいと思います。さあ、そうですね、さきさんは今日はね、ジーザスビート、いつもね、新AKマミヤさんに出てもらってますけど、新AKマミヤさんが夏休みで、お休みなので、代わりに、サキさん出てくださいます。4月に出てもらったんですけどね、まだ4月、もうなんかね、すごい、去年ぐらいに出てもらったような気がするんですけど、まだ4ヶ月しか経ってない、4月の14日、この放送が土曜日の、朝の生放送だった時に出ていただいたんですね、その4ヶ月の間にね、放送が木曜日の、夜7時からの生放送、そして FM 小座は、土曜日の10時から収録になっておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ユアスペシャルをお送りしております、ゲストさきさん呼んでおりますが、間もなく到着いたしますので、それまで、一人で放送しておきます。まあ近況というかね、最近のこと、選挙ね、知事選、沖縄知事の翁長雄志知事が先日亡くなりましたね。そしてまあ、今年の11月に知事選だったんだけど、任期を終わる間際に亡くなられたので、選挙が前倒しで、9月に選挙ですね。もう8月もう後半ですからね、来月ですよ。そして宜野湾、前市長、佐喜眞前市長が、立候補しておりましたが、最近、玉城デニー衆議院議員が対立候補で出ることになりました。玉城デニー、議員はこの FM 宜野湾で番組を持っておられます。 FM 宜野湾と FM 小座放送、土曜日の夕方、スピリッツオブラジオっていう番組ね、続けるそうです。ただ選挙中は出られないんで、まあ何らかの形で、放送を、まあ本人は出られないと思うんですが、で選挙が終わったら続けられるっていう、すごいですね。そしてまあこの方は、普天間基地の代替、まあ辺野古に今ね建設、無理くりに建設中ということで、この県内移設反対の、立場で活動されておりました、なので、まあ、2014年の時はオール沖縄、翁長知事の、知事グループの、指名を受けて当選されておりますので、もう翁長知事の意思を完全に継ぐっていうふうに宣言されたみたいですね。はい、素晴らしいです。私県内、移設反対の立場です。まあ基地がね、本当に早く基地がこの沖縄からなくなってほしい、米軍基地がなくなってほしいっていうふうに願っておりますの で、ましてこの代替えを県内の中でするっていうことを自分、まあね、私も沖縄県民12年ですので、もともと沖縄 の生まれではないですが、できることのことの県外にね移設してほしい、はい、と思っております。まあそういうなので玉城デニー議員が、出られることを、よかったですね。はい、自由党の所属、自由党幹事長、僕はあまりよく知らなくて、自由党って今代表が、2人、小沢一郎代議士と同時に山本太郎代議士なんですね。山本太郎さん時々YouTube で国会中継とか見ますけど、過激ですね。まだ若いね、元タレントさん、国会中継でねすごくやり合っておりますけどね、今自由党の代表になっておりますね。あそこの所属の玉城デニーさん、まあよもやま話なんですが、私昔出版関係の仕事、編集者の、まあ、サラリーマンやって、その後ライター、会社辞めて雑誌記者、まあ、雑誌のライターやってた時に、なんと山本太郎議員、インタビューしたことがあるんですよね、僕ね。まだタレントさんだった時、もうね何年前になるかね、20年ですね、20年ぐらい前にインタビューしましたね。すごいね印象残ってるんですよ。その時は山本さんってまだ20代だったじゃないのね。内容はね本当に
雑誌には申し訳ないけど、しょうもない内容でね、あの恋愛過激話っていうね、あの恋愛でなんか過激な恋愛をして失敗した話を話してくださいっていうね、本当にあの30分ぐらいので話してもらうのでね、あんなね、あのまあ内容、くだらない内容をあんなに一生懸命話してくれるなんてっていうぐらいね、熱心にもうフルにあの手抜き一切しないでね、あの話してくださったんですね、山本太郎さん。だから、あ、この人すっごい、こんな熱心な人見たことないなと思ったら、その後国会議員になるっていう、はい、そこの所属のフォローになってるね、なってるかね、玉木デニーさん、この放送でも出てらっしゃいますけど、立候補してね、まあ、これから選挙戦ね、沖縄はもう大変本当に暑い、時期になりますので、はい、まあ、見守ってね、投票ね、ぜひね、必ず行ってほしいと思いますが、はい、というように山々話をしている間に、さきさんいらっしゃいました。はい、こんばんは。はい、さきさんです。パチ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 、ゴスペルシンガーのさきさんです。ありがとうございます。はい、今日はね、なんかあれでしょう、いろいろとさきさんに出たくない流れがあったんだけど、勝利しましたね。はい。車がえらい混んでた。大丈夫ですよ。大丈夫です。渋滞してましたね。はい。僕はあの車をあの仕事で運転するあの仕事だったので、はい、今日は混んでるんだと思って、うんうんうん、あの急いで来ました。あ、すいません。大丈夫ですよ。予測が甘かったですね。はい、いらっしゃったんで、佐々木さん久しぶりです。そうですね。ね、はい、いつもあの J、ジーザスビートプレゼンツの、はい、カフェライブにはあの出演されたり、またそうですね、裏方で、はい、お手伝いしたり、はい、はい、もぎりのお姉さんをやったり、いつもあの、ね、僕もあの毎回じゃないけど、うんうん、大体あの参加されてると出てるんですけど、番組に出ていただきました、はい、なんとその時にね CD を、サインもらって、2018年4月の14日だって、うん、4ヶ月前、うん、なんかね、もう1年くらい経つんじゃないかみたいな。あ、そうですか。最近な感じです。最近、あ、そうですか。あ、だってこの時出てもらった時土曜日じゃなかった。そうですね、はいはい、ね、番組が、はい、土曜日の朝10時からだったんですけど、うんうんうん、生は宜野湾、おへむ宜野湾は、木曜日に6月から変わったんですよ。そうなんですね、はい、うん、で講座の方は収録で同じ時間で、あさってやるんですけど、はい、4ヶ月ぶりです、はい、そうか、あのこの間みたいな感じ、はい、この間にまでに出たような感じがします。そうです、結構最近かなって思ったんですけど。本当、結構経ってたんですね。ああ、そうなんですね。はい、4ヶ月ぶりで、来ていただきました。さあね、あの前出ていた時に、まあ、このアルバムね、ファーストアルバム、はい、愛の方っていう曲を、アルバムを、出たばっかりだったんですよね。出る前だっけ、出てから12月に、あ、12月されたので、あ、そうか、じゃあその時にこの話をしました、はい、愛の方、はい、愛の方ですね、はい、愛の形じゃないですね、はい、愛の方、人ですね、愛の人、お方ですね、ね、お方、はい、イエス、キリスト、はい、イエス様のことですね、はい、はい、これね、僕もあの CD あの車の中で聞いたり、うん、はい、時々かけたりしてますよ。あのね、そう、あの実物も綺麗なんですけど、声が綺麗なんですよ、うん、なんかね、あの透明なんですよ。声が透明感があるんですよ。透明じゃない、透明感があるんでね。はい、なので、この今日はね、これから、2曲から、まあ、時間があれば3曲入れたいかなと思ってますので、はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、じゃあ1曲聴いて少し落ち着きましょう。何曲目、何かけらかけますか。セッティングします。じゃあ、はい、まずは8番で、はい、8番、はい、8番目の、この曲は、平安があなたと共にあるように、はい、聴いてください。
はい、遅れました。大丈夫です、全然問題ない。裏添えあたりがすごく混んでましたね。ああ、うん、58号、58号、はい、もう動かなかったでしょ。もうだんだん動かなくなってるんじゃないかなと思ってね。そうですね、うんうん、今の時間、うんうんうんちょ今の間にお祈りしておきます。天のお父様、見習います。今日はさきさん、ゲストで来てくださいました。これから神様あなたの証をいたします。あなたの本当に、素晴らしさをさき、さんのまた証、活動を通して歌を通して、私たちがお伝えすることができますように、どうか、この時間をあなたが、本当にこの場所にご臨在くださって、この時間を祝福してくださいますようにお願いいたします。そしてラジオを聴いている方々に、神様の愛が本当に聖霊様が、流れますように、またこれからのさきさんの活動も祝福してください。FM コザン、FM ギノワンを祝福し、この放送局を祝福してくださいますように、恵みを注いでくださいますようお願いいたします。主を感謝いたします。聖霊様に期待いたします。このお祈りを愛する主イエスキリストの名前に感謝してお祈りいたします。アメン。はい、ありがとうございます。マビアさんは何日？いや、沖縄いると思うんですけど、でも結構行ってますよね、いろいろ。忙しい。今は沖縄だと思います。はい、はい、証は最近の話、昔の話とか、ま、こう全部なんて流れを生い立ちから、はい、ああ本当、はい、じゃあ途中でなるべく早めに入れましょうね、真ん中辺で。はい、分かりました、はいはい。あとはミャンマー選挙のこともあるし、ミャンマー選挙いつでしたっけ？8月30日から。8月30日、もうすぐじゃない、はい、まあ、実質9月からなんですけど、あのタイまで行って、はい、あ、タイから陸路、飛行機で、飛行機で行くまでに3回飛行機乗るんですよ。タイまで、あ、じゃなくて、まあ、タイからミャンマー、はい、あ、タイも直行じゃないの？タイは直行です、沖縄から。タイ直行で、あ、それからタイからミャンマーのヤンゴンかなんかに行って、はい、また、はいはい、そうです、また飛行機、プロペラ機みたいなので行くんでしょうか？そうなんですかね、うんうんうん、僕はあの辺よく行ってたので。あ、そうなんですね。ああ、コマーシャル入ります。これが、1分ぐらいですね。あ、1分ないな。次は何にします？曲は。そうですね、じゃあ2と6、2番。2、はい、はい、2番。あ、じゃあ6で、すみません。6？ はい、6、あ、6。はい、あと20秒で入ります。はい、はい、今スペシャルをお送りしております。先ほどの曲はさきさんのアルバムから、平安があなたと共にあるように。アメンね、はい、平安が、平安を与えるお方です、イエス様ね。はい、さきさん、はい、この間、私行けなかったんだけど、はい、JB カフェライブ、はい、8月17日金曜日、先週の金曜日ですね。そうですね、はい、隣人キリスト教会でライブありました、はい、いかがでした？うん、よかったです、うんうん、もうそれぞれ の、うん、あのジャンルがまた違うんですけれども、うん、こう一つとなってイエス様を伝えるっていう、なんかジャンルは違うけれども心一つにこう、うん、ライブがこう作り上げられてるのがいつもすごいなと思うんですけれども、今回はあのジャズなうん、バンドと、うん、フラメンコと、まあ、いろいろあって、フラメンコののりこさん、のりこさん、はい、ジャズはオリーブさんですね。オリーブさん、うん、
はい、そしてヨハンナさん、はい、サキさんと、まあ、レプタ、レプタ、はい、はい、サキさんと元木くんと2人でやってます、はい、レプタ、はあ、そうなんですね。行きたかったんだけどちょっと行けませんでしたが、うん、はい、これもうどれぐらいですか、5ヶ月ぐらい。そうですね、2月から。2月から、ああ、じゃあ半年ですね。はい、はい、今はもうあれですね、これが月1だったんだけど、はい、まあお知らせ的に言うと今度8月26日、はい、今度の日曜日、はい、これはこれも毎月このマシソヨ茶壇店では多分、うん、まあ、今回が最後かなとは言ってたんですけども。ああそうですか、はい、7月8月と、うん、はい、2回ありました、ね、2回やったんですね、はい、今度2回目、はい、これは韓国料理、はい、そうです、で、茶壇にあるアメリカンビリッジの中に、カーニバルパークの2階、はい、で8月26日日曜日4時半会場、5時、はい、午後5時開演で、入場料は一律1000円、はい、限定50席、うん、出演者は新 AKA 間宮早紀、そしてのりこさん、あ、さっきのねフラメンコの方、はい、3名で、出演されますが、これは問い合わせ電話番号 090-2508-5912、090-2508-5912、はい、あのウェブサイトだと jesusbeat.net で予約を入れてくださってもいいです、まあ、前日までにね行きますって言ったらいいのかな、ね、はい、いいのかな。あ、これはでも前売りで安くなるとかじゃないんだね。あ、それないんですよ。ないんですね。1日1000円でも50席までに入らないと、はい、ちょっとごめんなさいってなっちゃうので、はい、早めに当日でもチケットが残っていれば、残ってれば OK、 はい、はい、ゆずアイス200円で販売って書いてありますね、はい、なんかいいねこのゆずアイスってね食べたいね、はい、じゃあこれ料理食べながらっていうのも OK？ 料理はこの日は残念ながら、あ、これはもう会場を借りて、はい、もうコンサート、はい、ですね、はい、あの食事はここではできませんが、うん、あ、はい、やるんですね。あ、今回が最後だそうです、このマシソヨ茶壇店でやるのは、はい、はい、とりあえずですね、はい、でもう一つ、あ、次ね、はい、次のものはまあはっきり決まってはないんですけども、日程が9月の28、うんうん、だったかな9月の28、はい、金曜日ですよね。金曜日ですね、はい、いつも月末の金曜日と覚えておいてください、はい、カフェライブ、うん、はい、あ、多分、まあ、この日ですね、はい、この日に合わせバプテスト教会、はい、あ、合わせバプテスト教会、はい、これはもう新 AKA 間宮さん、のご教会ですね。そうですね、はい、はい、はい、で、時間は、これはいつも7時、会場7時半開演ですかね、はい、うん、はい、出演者分かります？出演者が、マミヤさん、うん、それからオリーブさん、はい、ジャズの、はい、はい、そして、ティムさん、あ、ティムさん、ティムさん、はい、それから、合わせバプテスト教会の牧師夫人である具志堅直子先生、はい、直子さんが、はい、がマミヤさんの奥様ですね。あ、はい、アキラ先生、あ、アキラ、ごめんなさい牧師先生の、牧師先生の奥様、あ、アキラ先生の、はい、奥様の、はい、はい、歌手ですね、はい、はい、だそうです、ぜひ行ってください。あ、これはもう予約入れないと、まあ予約を入れると1000円、はい、で前売りで1000円、当日は1500円になります。中学生、高校生以下、高校生以下は700円、で当日は500円なしということなの で、はい、で問い合わせ、これ問い合わせ番号が違うんだね、これは070の方でいいんですかね。あ、そうです、はい、はい、言います。電話が 070-2659-8570 070-2659-8570、ウェブサイトは同じですね、 jesusbeat.net jesusbeat.net で、検索してみてください。はい、以上ですが、さきさんね、お仕事も
辞められて、はい、もうね音楽活動今、まあ、専念っていうか、そうですね、新しいね、まあ、ゆるりとゆるりとあね、やっています。恵みの中でね、そうですね、うん、頑張っちゃうとね、うんうん、僕もね下手に頑張り屋だからねよくそれで途中でこれはまずいっていうのね、うんうん、気づくんだけど、今休むっていうことの重要性っていうか、うん、それを本当に学ばされています、学んでいます私自身、うんうんうん、休む、休んでまたその中で神様との対話とか、うん、祈り賛美を通して本当にこう自分自身の心が本当に回復していくっていうのを今感じていますね。癒されるのと成長していくっていうのはセットのような感じなのかもしれないですよね、うんうん、そうですね、だもう詰め込んじゃうとねパツパツになるとダメなんですよね、うんうんうん、だけどなんか活動してるとパツパツにしてるとなんか神様のために働いてるようなような感がありますよねそうじゃないんだよね、うん、余裕を持って神様のこうなんかこう力で神様の恵み愛に包まれて、うん、神様がこう体からにじみ出ていくみたいな、はいはいはい、そんな感覚、そんな感じです ね、 ね、はい、頑張りすぎると頑張りすぎるというか頑張っちゃうとちょっと良くないんですね、うん、そうですね、まあ、頑張らなきゃいけない時もあるが、うんうんうん、それが一番になっちゃうと、はい、ああそうなんだね、はい、ということですが、さあ佐紀さんね、いろいろお聞きしたいんですが、佐紀さん前に出ていただいた時に、はい、まあ、前は幼稚園の先生、はい、ね、やられて、いつ辞められたの？今年の3月、今年の3月、はい、やめられほやほや、そしてねえ、まあこの駆け出しですね、ゴスペルシンガーとして頑張って、まあ、こう始め活動を始めて今数ヶ月ということですね、はい、はい、まあ、クリスチャンですからね、うん、この番組は福音放送ですから神様の愛をお伝えする番組なので、ちょっと今日はね証をゴスペルシンガーサキの、まあ、クリスチャンとしての証、神様の証、神様とどういうふうにこれまで過ごしていらっしゃったかっていうことをね、うん、ちょっと明かししていただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、私はノンクリスチャンホームに生まれまして、もともと両親クリスチャンホームじゃなくて、あ、そうなんですか、はい、普通の普通のって言ったらあるんですけど、うんうん、普通の家庭に生まれて、両親が同じ職場だったので、同じ職場でそこで出会って結婚したんですけれども、そのお父さんとお母さんが同じ職場で、はい、同じ職場で同じところで働いてて、はいはいはい、その近隣に、うん、今通ってる旧街道の那覇バプテスト教会の付属する前輪幼稚園があったんですね、はい、うんうん、で母はまあなぜか私をキリスト教幼稚園に入れたいって思いがあって、でそれをクリスチャンじゃないけれどもじゃないけれども、うんうん、私をその幼稚園入園させてくれました、うん、でそこから私の担任の先生が幼稚園、うん、日曜日ですね、日曜日にも礼拝があるので、うん、ぜひ来てくださいっていうお声をかけをいただいて、うん、それから教会生活がスタートしました。これ佐紀さんが先に行き始めたってこと？両親とお母さんと一緒に、最初は家族で行っていて、うんうん、まあ、幼稚園卒園するときに、うん、それでも私はやっぱり行きたいっていうふうに言ったみたいで、うんうん、で日曜日って結構面白い番組あるじゃないですか、テレビ、はい、子供受けするような仮面ライダー、仮面ライダーとか、はい、あと何だろう、はい、なんとかレンジャーとかなんかいろいろありますね、ありますよ、はい、セーラームーンもそうか、セーラームーンってそうですよ、私の時代ですよね。そのテレビと教会どっちがいいって母に尋ねられた時も教会がいいって選んだみたいで、これはどうなんですか、これクリスチャンじゃない方もね聞いていらっしゃると思う、大選択だよね、日曜日、自分もクリスチャンになる前にテレビ大好きでしたからね、うん、それは選択二者択一迫られるとちょっと
究極ですよね。ねえ、なんだけど教会行ってみるとね、ちょっと違うんだよね、うん、そうみたいですね。ね、そういう感じだったんじゃない、うん、なんかこうテレビと違うんだよね。あ、覚えてない、覚えてなくて、それを最近知ったので、あ、選ばせてたんだよって言われたので、え、そうだったんだって言って、あ、すごいじゃん、自分で思ったんですけど。へえ、そうなんだ、はい、礼拝を選択したと。はい、うーん、で、まあ、それからそうですね、私が先にこう、うん、イエス様を受け入れて、あ、クリスチャンに。そうなの、両親家族で行かれてたけど、まだ、はい、お父さんお母さんは、うんうん、まあ、付き合いで行ってる、そうですね、送迎とか、うん、行って、はい、まあ教会いいなとは思ってたのかな、うんうん、だけど、はい、そうだよね、洗礼受けてクリスチャンになるっていうのは、うん、これはまた一つ、はい、大きな決断ですよね、うんうんうん、私が5年生の時に洗礼を受けて、うん、もう救われて、うん、まあ、それからですね、2年ごとに母、弟、妹、いとこ、おばさん、おじいちゃん、ひいおばあちゃんって言って本当、ひいおばあちゃん逆の世代ま まで、はい、へー、合計まあ 7名ですね、救われまして、まあ今はそこでストップしてるんですけども。さきさんが先なの、一番最初、はいはい、これなんていうの、クリスチャン界で業界用語で初歩というんです初歩、はい、最初の目ですね、はい、すごいね。そうですね、じゃあ小学校5年までいったら、じゃあ幼稚園から6年ぐらいあるんじゃない。はい、ずっと行ってて、うん、ご両親もずっと一緒に、はい、その間、うん、まあ、あのハンドベルっていうものがあったので、うん、そこで奉仕したりとか。ハンドベルはあのこのクリスマスの時とかにな、ね、はいはい、あのこのジングルベルとかをこう一人ずつ、はい、どの音だったらどの音をこうジーってあれいいですね、いいですよね、うん、あれをやってた。はい、あれをやってたり、またこのクラブとか習い事とかしてたんですけれども、うん、それを言ってたけれども水曜日とか、うん、あと日曜日の幽霊拝とかにこう、うん、また避けて参加したりとか、こう続けていくことは欠かさなかったですね。日曜だけじゃないんだ、水曜日だいたいあの祈祷会ってね、はい、祈り会っていうのがありますけど、それも行って、母がまあこれは本当に協力してくれて、生き続けていたので、まあ、部活していたんですけれども、うん、離れなくて、うん、まあ、今に至るんですけれども、はい、小学校ね、僕なんか44ですからねはあ、そうなんですか。だから幼い頃からこう神様の話聞いているから、うんうん、なんかすごく、あ、本当に恵みだったなっていうの思いますし、うん、まあ、いつ神様と出会ってもいいと思うんですけども、うん、幼い頃からのこの成長段階とともに神様と一緒に歩んだっていうのが、うん、すごく今力になってるのかなって、うん、それであれでしょ、小学校、まあ、卒業し中学高校、はい、まあ、学校出て、で前輪幼稚園で働いたんでしょ。はい自分が行った幼稚園で、あの先生やってたっていう、うん、それをこの3月までやってたってでしょ。はあ、いはい、すごいねもうそのまあ母教会って言いますけどね、母なる教会、その自分がクリスチャンになった洗礼を受けた教会を母教会って言いますけど、そこの付属の幼稚園に、ノンクリスチャンの時に通って、で洗礼を小学5年で受けて、で学校出て、はい、そこのあの幼稚園の先生やってた。はあ、い、もうなんかこう純粋種じゃないですか。面白いですね。そうなんだ。はい、もう、うんうん、はい、だけどどうなんですか。ずっとでも歩みはどうなの、その歩み、そのクリスチャンとしての歩みって、だって5年生からずっとまっすぐでしたか。そうですね。うん、中学、洗礼は受けたんですけれども、うん、やっぱりなかなかこう、あ、こうなんて言うんだろう、知識だけっていう時期があるじゃないですか、うんうん、中学校1年生の時のこの私たちの教会のグループのキャンプがあって、うん、その時にイエス様が私のために十字架にかかって、うん、罪の身代わりに死んでくれた
もう私のために愛してくれて、うん、これほどまで私を愛してくれてるって、もうすっごいもうわってきたのが中学校1年生なんですけれども、そこでもう明確にイエス様の愛っていうのを感じて、うんうん、でもこう中学生の時期ってちょっと人間関係につまずいてた時だったんですけども、うん、でもそのイエス様が愛してくれてるっていうのを知った上でこう乗り越えられたというか、うん、こういう友達関係、人間関係につまずいてたけれども、うん、イエス様、また周りの方々が祈ってくださっていて乗り越えることができたんですけども、うん、まあ、それを得て高校生になった時に、もうやっぱりクリスチャンになったからには自分の人生やっぱり神様のために使いたいっていう、捧げたいっていうのを思って、うんうん、まあ、献身の祈りを捧げたり、うんうん、まあ、とにかく教会で与えられた奉仕は、まあ、忠実にやっていまして、うん、そうですね、まあ、小学校の頃からずっとやっぱり幼稚園の先生になりたいってなんか思っていたみたいで、うん、まあ、大学もその道を選んだんですけども、うんうん、それで、まあ、母園っていうか出身園に導かれて、うん、この出身園、出身園、全輪幼稚園ですね、全輪幼稚園、はい、はいはい、に働く、まあ、そこで献身する、うん、ここで子どもたちに、うん、私も幼稚園で救われたから、うん、導かれたから子どもたちに福音を伝える働き手として働きたいということで、うん、まあ、幼稚園に5年間いたんですけども、うん、そうですね、はい、そういう歩みでした。そうなんですか。いや、そうなんだ。でもまあいろいろあるんでしょうね。僕なんかもう本当44までめちゃくちゃですからね。まあ、どっちかといったら半球忙しい。だから、うん、もうなんか放浪者ですからね。だけどやっぱりとどまって、でもこれはあれなんだろうね、見た目じゃないこう中身のこの葛藤とか、うんうん、働く奉仕する上での葛藤とか、神様とのこの距離感とか、いろいろ中であるんだろうね。わ、ね、はい、からないからね、これはね、外見からではね、うんうんうん、そうなんですね。なんか最近ね、僕も10年、ちょうど10年なんですよ、僕洗礼受けて、うん、だからクリスチャンになって10年なんですけど、なんかだんだんそのまあ、サキさんはクリスチャン家庭じゃないから、クリスチャンホームじゃないけれども、でもちっちゃい頃からじゃないですか、はい、でも物心ついた時にはもうクリスチャンの教会行ってたって感じでしょ、はい、そういう人たちの話を聞いてなんかちょっと面白いなと思いながらね、前はそんな余裕なくて、もう自分 の信仰で必死で最近ちょっといろいろ少し見えるようになって、話を聞くとね、なんかいろいろ内面であるんだなっていうのね、うん、僕なんか外でもうめちゃくちゃですから罪人全開みたいな、あれだったので、はいはい、証をね聞かせていただきましたが、さあちょっともう一曲、聴いてください。これはアルバムから、はい、何の曲ですか。あなたの行くところどこに置いても、はい、聴いてください。これね、さっき聞いてきてね、この間かけてなかった曲ばっかりですよね。あ、そうですか。あ、いいなと思ったな、これ2曲、この6、うんうん、前回ね、何かけたんだろうって。前回はね、2とね、2と5とね、で、間違えちゃって、あで、1回はなんか2の代わりに1かけちゃって、で、2をかけて愛の、やっぱり愛の方かけた。あ、じゃあ、はい、よかったです、うん、はい、今も作ってます。はい。まあ、あ、せ、あ。そうなんですよ。あるんですけど、この曲形にするまで結構労力がいるので、そう、メロディーを先に作って、歌詞とメロディーを先に作って、後でコードを入れたりするので、私の場合は。メロディーと曲を作って、曲はその自分で歌ってみてってことですか、はいはい、でそれで、うんうん、音符にして、音符にするのももう後なんですけど、もうボイスレコーダーで録音したりとかして、結構時間かかるのでやるまでにやらなかったりするんで、そうなんだね。
ジーザスビートが9月からかな、うん、レーベルにレーベルを作るって言って、ジーザスビートレーベル、はい、おおすごいね。ここで多分いろいろ生み出されるんじゃないかと思います。えそれにまたそれに一応契約っていう形で、あそうなのレーベルで、おすごい ね、 ねそんな、まだ、はい、じゃあアルバムも出していく時に多分ジーザスビートからってなると思います。はい、あ、そうか、レーベルっていうのはそういうの作ってそこの専属でとりあえずやっていくっていうことですね。そうですね。あ、すごいね。マミヤさんたちも、ん？マミヤさんたちもすごい。うん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 。あ、レーベル立ち上げるってすごいね。そうビジョンが。へえ。ちょっと御言葉読ませさせてください、はい、もうちょっと自分選んじゃったけど、うん、なんかある、あ、いいですか、いい、もう後半ですよ、 あっという間、はい、56分までなんで、はい、うん、まだあと15分24分ぐらいですね、はい、はい、2曲かな、ちょっと、うん、2曲は難しいかもしれない、はい、これ全部スポンサーですか？そう、そうです。いろいろ入ってて、これね、僕がでも入ってもらってるのは、さっきも終わっちゃったけど、うん、エバーグリーンって、あのクリスチャンの方がやられて、大山さんって方がやられてる、うん、なんかね、あの いい商品、なんかあの殺虫剤とかなんだけど、うん、そのなんていうの、エコな殺虫剤みたいな、はいはいはい、うん、開発されて。その話とまたミャンマー選挙の話になるとね、はい、じゃあ御言葉読んでから、これはなんかサキさんにちなんで選んでみました。あ、そうなんですね、ありがとうございます、はいはい、もうコマーシャル入らないんで、あ、そのまま入ります。これもあったら、あ、結構長いな、入ります、はい、はい、イワスペシャルをお送りしております。さきさんのね声いいね、もう声がねあの素敵、あのね、あのどんどん歌ってくださいって感じですけど、はい、御言葉をねちょっとちなんで選んでみました。コロサイ人への手紙3章16節、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。17節にこのようにありますね。言葉であれ行いであれ何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。アメン。ね、神様をね証しし賛美しね、神様に感謝しなさいって、ね、もうさきさんやってることね、なんかね、なんかすごい楽しそうだもん ね、 ね、そうですね、神様に、はい、もう、うん、神様がもうお会いしてくれてるので、うん、もうその愛でなんかいっぱいですね。うん、僕もあの44歳まで神に逆らってきてて、神様が僕のために死んだんだって知った瞬間に、うん、もう膝からガクッと落ちるような感じだったんですよ、うん、もう中身がガラッと変わって、うん、僕口悪くてね、あの時々あのなんかちょっと下手なこと言っちゃって、あのあやっちゃったと思うんだけど、すっごい口が悪かったんですよ。もう人こうへこますために来てるみたいな。だけどね、10年の間に本当そういうことしなくなってきたなって、中身が変わったんですよね。神様が中に入ってくださってね、イエス様がすごいなと思ってね、変わりますね、はい、ね、はい、もうこう
そう、イエス様がこう生きて働いてるっていうのがこう自分の人生を通してね、分かるっていうね、まさに証人です ね、 ねありがとうございます。いやいやいや、本当本当そうなんですよ。だからね、サキさんはもうそれね、歌にしてね、あの歌ってらっしゃるんですけど、だからまああまりにもね、僕とかけ離れてるこの人生なんだけど、なんかでも褒めたたえてるのは一緒の方なんですよ、愛の方イエスキリストね。です。さあ、まあ今のところ読みましたけどね、まあそんなようにね、神様にねを信じて生きるって楽しいんですよ、はい、喜びなんですよね、うんうんうん、ね、いろいろあるけれども、いろいろあってもなんですね、はい。さあ、それでなんか今あの、歌聞いてる間に聞いたんですけど、ジーズスビートレーベル立ち上げるみたいです、はい、みたいですというか、うん、で何それ の、 あのレーベルの専属になっちゃうわけ。すごいね。なんか専属っていうよりは契約、契約アーティスト、契約アーティスト、はい、かっけえ、ね、あ、そうなんだ。レーベル近々立ち上げて、あのどんどん、じゃああれだね、CD アルバムを出して曲をどん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 出していくっていう。そうですね、うん、はい、もうあれだね、ジーサスレベルだね、ジーサスビートレベル、はい、はい、楽しみですね。そうです、なんかねすごいね展開が。そうですね、ね、2月から始まってるの、これが神様の展開だね。そうですね、なんかこうあれ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 ってなんかこう、うんうん、あの転がっていく、うんうんうん、ね、レールに乗っかってるような感じですね。こう神様の素晴らしい、はい、だそうですが、もう一つ、ミャンマーに行く、はい、ミャンマーに、ミャンマー選挙まあ個人的に行くんですけれども、うん、あのまあお誘いがあって、うん、まあ、定職についてないからこの機会にいいなと思って。今ね、はい、はいはい、3週間行ってきます。いつ行くんですか8月の30に沖縄からバンコク、うん、タイのバンコクに飛んで、うんうん、ミャンマーに着くのは31日ですね。今日が23日ですから、来週の木曜日に出発。はい、あ、ちょうど来週ですね。ね、1週間後まずタイに行ってバンコクに行って、はい、バンコクに行ってで、バンコクからミャンマーはバン、このタイの上側にあるので、そのミャンマーのおそらくヤンゴンですか、ヤンゴン空港、はい、首都ですね、はい、に行って、そこから、ちょっと田舎の方に行くの。平方空港というところです。平方空港、私も位置がまだ分からないです、はい、平方空港で国内線に乗って目的地に行きますね、うん、9月1日にその宣教師家族がいるんですけども、うんうん、そこに、はい、うん、着く予定が9月1日です。へー、ミャンマーっていうのはなんか仏教国っていうイメージがありますけど、うんうんうん、そこにイエス様のお伝えに、はい、イエス様の愛を伝えに、はい、歌うんだね、しかもね。どうですかね、歌うでしょ歌ってくださいそういう機会が与えられたら嬉しいですね。なんかこのホームスクールをしているらしくて、うん、まあ名目上家庭教師みたいな、うん、感じで、そうなの、行って、まあ、でもあのこの宣教師のご家族が未伝道地、イエス様のことが伝えられてない地域とか、うん、その部族にこう重荷を持って、うん、たくさんの町や部族を回ってるんですけども、うん、まあ、そこにこう、ね、一緒についていけたらなって、うん、僕タイのねミャンマー国境の方まで行ったことありますよ。もう少数民族、はいはい、部族がいっぱい山の中にねあってね、うん、はいはいはい、そ、 そこで住んでらっしゃったんですか。うん、旅行者もあのクリスチャンになるだからもうろくでもない、あのバックパッカーで貧乏旅行してね、英語で ロングネックカレンって、あのカレン族、あの首長族って日本語だったら、はいはいはい、あのカレン族なんですよね。あのカレン族の、一系統で、あの首、あの女の人が、ね、首にあの銅製の輪っかをはめて、はいはいはい、の女の人はね、成人、うん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 、その旦那さん方はあの内戦でミャンマーで戦って、カレン族の方々は戦って政府軍と戦っての逃げて難民になって、あの、はいはいはい、タイ側で難民キャンプで暮らして、それをね
もう何年前、30年ぐらい前に。結構前ですね。だからもうクリスチャンとして僕も行きたい、ね、羨ましいっていうかね、素晴らしいね。だからそういう地域ですね、はい、あ、いっぱい なんとか赤族とかリス族とかたくさん多分、少数民族いっぱいいるんだと思うんですけど、羨ましいね。ミャンゴンからきっともう本当にあのプロペラ機みたいなので行くんだよね、きっと。分かんないんですけど。そうなんですね。なんか乗り換えとかがね、ちょっとあの怖いんですけど、緊張するんですけど。そうですか。まああの楽しんで神様を、はい、あの伝えてきてくださいね、はい、イエス様をね。そうなんですか。はい、ぜひあの無事に、はい、行ってきます。帰ってきます。またね、3週間で本当にたくましく、信仰もたくましく、そうですね、ね、あのいらっしゃると思いますが、はい、もうなんかエンディングが近づいてきましたね、エンディング曲をかけながらですが、今日はサキさん、ゴスペルシンガーのサキさんを、来ていただいて、サキさんのアルバムとそして証ね、いろいろ聞いてきましたけど、なんだ楽しいね、なんかね、先がこのよく読めないんだけど、うんうんうん、神様の道は、はい、でも神様はあの必ずいい道を、はい、うん、最善の道ですね、道を備えてくださってるよっていう、はい、あの信仰を持って、はい、それを信じて言ってるって感じですね。そうですね、うん、なんか一歩一歩進んでみないとわからないんですけれども、うんうん、そこにこう信頼感っていうか、うんうん、それを見出せたらなと、うんうん、はい、これからも思います ね、うんうん、ね、本当ね、またこれはだね、ミャンマー行って本当にイエス様を知らない人もたくさんいるってことだよね、うん、います、いると思います、ね、まあ、もう日本は、まあ、0.4から6% って言われてるじゃないですか、ね、少ないね。でもミャンマーは 6% いるらしくて。え、そうなの？そう、意外にも、そうなの。なので、はい、まあ、希望はありますよね。なので私がこう学ばせてもらうことはたくさんあると思います。へえ、そうなんですね、はい、あ、でも本当にまあなんていうんですかね、まあ、ぶっちゃけこの奥地っていうか、もう田舎の方に行って、まだあの福音が伝わってないところにも行かれるんだから、うんうん、ね、そうですか。病気気をつけてくださいね、はい、まあ、飲み水気をつけてそうですね、夏、まだ夏だからね、はい、そうですか、行かれるそうです。さあ、もうね、あと間もなく2分ほどですけど、今日はありがとうございました。ありがとうございました、ね、遅れたんですけど、ね、いえいえ大丈夫ですよ。まあ、もう出演していただいて、あの感謝、ありがとうございます、ね、なんか本当にね、イエス様のね、あのイエス様好きっていうのがね伝わりました。もうイエス様本当に素敵なお方だから、ね、こんな素敵なお方がいるっていう、しかも私たち同じような人間としていらっしゃって、そして今も生きて働いて、神様、素晴らしい神様ですからね、はい、皆さんもぜひ出会ってください。はい、じゃあお祈りして、放送終わりたいと思います。サキさん、ありがとうございました。ミャンマー気をつけていってくださいね。はい、はい、それでは、一言お祈りして、番組を終わりたいと思います。天のお父様、皆あがめます。2000年前にイエス・キリスト、イエス様を私たちと同じ人の姿にしてこの地上に送ってくださり、数々の教えと愛の教えと、そして奇跡と、そして十字架に私たちの身代わりとして十字架にかかってくださいました。感謝いたします。そして蘇られて今も生きて働いておられる神様、何でもできる神様、私たちに本当に最善の道を備えてくださるイエス様、私たちと共にいてくださってありがとうございます。どうか、これからの1週間ラジオを聞いていらっしゃる皆様にもイエス様の恵みが豊かに注がれますように、イエス様の素晴らしさ、イエス様の愛の素晴らしさが、私たちをが知る、そのイエス様の愛を知る1週間となりますように、ラジオを聞いていらっしゃる方々お一人お一人を祝福してくださいますようにお願いいたします。そして佐紀さんのこれからの活動を守り、
ミャンマー旅行、宣教旅行の間もイエス様ともにいてくださって、素晴らしいイエス様の証しをすることができますように、どうかしよう、祝福してくださいますように、守ってくださいますようにお願いいたします。このお祈りを愛する主イエスキリストの名前で感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました、さきさん。それでは皆さん、また来週、 God bless you。 失礼します。ギリギリいつもギリはい、ありがとうございました。なんか漏らしてね、大丈夫かな。大丈夫です。大丈夫です、ね、はい、はい、お知らせもしましたね。はい、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。6月から夕方になったんですね。そう、あの仕事がね、僕教会離れちゃった。あ、そうなんですか。あれ、教会、そう、教会10年になると、僕もちょっとね、この4ヶ月相当決断の時でね。あ、そうなんですか。はい。で、です。だけど放送はやってるっていう。うん。ツイキャスはコイン溜まっておりましたので。ああ、ありがとうございます。誰か入れてくれた？あ、そうですね。5万円最初で入ったので。あ、万円入ったやつ。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。これも止めて大丈夫ですか？あ、大丈夫です。